フィールドルージュは日本の競争馬である。馬名はカンムリ名と父のクロコルージュの馬名の一部、ルージュが由来となっている。ヒーババはメジロラモーヌである。2003年のセレクションセールに上場され、750万円で自他活動に落札される。2004年デビュー戦は9月12日に札幌競馬場で行われた芝の2歳新馬戦で5番人気で3着となった。 なおこのレースの一番人気は、シンボリグランで5着となっていた。続く10月10日の未勝利戦は11着で、レース後は休養に入ることになった。2005年、実戦復帰は4月23日のダートの3歳、未勝利戦で10番人気で5着となり、次の5月15日の未勝利戦を制し、デビュー4戦目で、初勝利を挙げた。続く、 昇級初戦の3歳上500万したレースも制し、1000万下クラスに昇級した。昇級初戦の脱皮先特別で4着となり、休養に入った。2006年1月15日に実戦復帰し、9番人気で2着となった。次も2着となり、昇級4戦目でビッグクラスを相手に勝利し、準オープン馬となった。 この時騎場していた松永美紀夫にとっては騎手として最後の騎場で最後の勝利を挙げた。続く韓国馬次海杯も制し、オープン馬となった。オープン初戦は初の重賞となったアンタレスステークスで7番人気で4着に入った。続く大沼ステークスを制し、オープン競争初勝利を挙げた。その後、マリーンステークスでは1番人気に支持されたが2着だった。 ものの武蔵野ステークスで8番人気で3着、GI 初挑戦となったジャパンカップダートでも8番人気で3着と安定した走りを見せたが2006ファイナルステークスでは単勝1.8倍の1番人気に支持されたが4着だった。上述の2月25日の阪神競馬場での第12レース4歳上1000万下のレースは松永の騎手引退レースでさらに松永が 第11レースの半球杯を制したことにより、中央通算1400勝まであと1勝だった。さらに、前走2着の実力を評価する票が重なり、単勝1.5倍の圧倒的な一番人気となった。記録達成への貢献により、当時条件場ながら注目を浴びた。松永は競争後、関係者に、この馬は将来大きいところを取りますよと語る。 2007年、この年初戦の平安ステークスでは一番人気に支持されたが、またも人気を裏切り7着、続くフェブラリーステークスは6番人気で5着だった。レース後は放牧に出され、気球後は前年と同じローテーションを使うことになり、連覇を目指すオーマステークスからの指導となった。レースではトップハンデとなる 57.5kg を背負わされたが、見事連覇を達成した。 続く前年2着だった、マリーンステークスも制し、武蔵野ステークスは3番人気で4着、第8回ジャパンカップダートでは6番人気ながら2着となった。自走は、前年の2007ファイナルステークスと違う、名古屋グランプリに出走し、単勝1.6倍の圧倒的1番人気に応え、重賞及びダートグレード競争初勝利を挙げた。父にとっても、 三区の日本の重賞及びダートグレード、競争初勝利となった。2008年、初戦は、川崎記念に出走。人気を集めると思われたバーミリアンや、サンライズバッカスが取り消したこともあったが、四コーナーで戦闘を行く、振りを押そトライにかかり、直線半ばで戦闘に立つとそのまま突き放して、初の J プニー競争勝利を挙げた。その後、 バーミリアンとの父親世代からの因縁の対決となったフェブラリーステークスに出走し2番人気の支持を集めるもスタート直後につまずき自身の左格子で左前足をぶつけて落鉄異変を察知した安城の横山則りが3コーナー手前で競争を中止レース後左肩破口と診断された半年間の休養後11月3日の JBC クラシックに出走したが、5着に終わった。その後、陣営は、ジャパンカップダートを回避し、彩りの国浦和記念への出走を決めたが、同競争では2番人気に、支持されるも、勝ったスマートファルコンから大きく突き放された4着に、敗退した。レース後に、クッキン,ンが判明したため、長期休養することになり、2009年、 2010年は一回も出走することはなかった。2011年復帰戦となったアンタレスステークスではスタート直後に落馬し競争を中止。その後東海ステークスに出走予定だったが右肩箱で出走取り消しとなった。帝王将では中段から追走するが直線で伸びきれず後着に敗れた。休養後11月3日の JBC クラシックに 出走したが、スマートファルコンの6着に終わった。11月9日付で競争馬登録を抹消し、函館競馬場で誘導馬となる。2014年12月からは、功労馬つなぎ養天寺事業の女性を受け、高知県の土佐黒塩牧場で過ごしている。ありがとうございます。